ちは一番乗り天才家庭。こんにちは皆さん、こんにちは。こんにちは皆さん、ありがとう。ゆうゆうさん、毛玉何それ、ありがとう。毛糸かな、ありがとう。小山千さん毛糸、これありがとう。合格1年おめでとう、ありがとう。ありがちょう、ありがちょう。小山千さんありがとう、これかわいい、嬉しい、ありがとう。てかもうみんな聞いてください、もう私はさ、もう足が痛くて痛くてたまらん、ほんまに。もう足がね、もうね、もう筋肉痛どころじゃない、もう痛すぎる、助けて、もう痛くてさ、もうね痛い、もうね足が痛いの、筋肉痛です。なんか結婚してありがとう、しないよ、でもしないんだよ。もう疲れた今日は、もう激痛じゃないよ、もうね痛かった、そう、もう痛すぎて、もう痛すぎて、もうやってられませんって感じなんですよ。もうね本当に今日やばいでしたね。今日はもう、今日は9時間レッスンして、9時間レッスンした後にみちさんのやつを見に行ったので全然いいんですけど、そうそう、しかも今日、そうえぐいんですよ今日。ゆうさんありがとう、キートカフェさんありがとう、ひろしさんありがとう。そうガーンって、あちゃ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 って、ありがとう。もうね、そう今日はねえぐいですよ、今日は9時間。そうしかもさ、あのうん、そう9時間、しかもその一つ、うん、レッスンがまあ3つに分けてあったんだけど、 その一つはもう一人で、一人の1対1で教えてもらうやつだったので、もうやばいでしたね。でも楽しかったです。でももう今日6時50分ぐらいに起きてで、朝から復習してでレッスン場に行ってしたので、でそうでさ、それでそう、マジでちょっとね、そう今日はハードな一日だった。もう9時から9時まで動きっぱなしだったな。でもみつさんのやつがもう最高すぎました。オーディション合格1のメダル、ありがとう。清水さんありがとう。小国ありがとう。ケイト待っていたよねさ、ケイトありがとう、ありがとう。猫ハートありがとう。そうカンナちゃん、ちゃんちゃんハッタありがとう、グリーンハッタありがとう、ショウさんお疲れありがとう、あ消えちゃった、お疲れありがとう、ありがとう、素敵ありがとう、キラキチって言ってたの、三部構成レッスンだったかな、そう、しかもね、こう3、もう3つに分けてあったやつがもう全部ぶっ通し、もうポンポンポンってすぐあったから、そうえぐいですね。でもね、でもすごい時間が経つのが早かったから、そんなにあの9時間やりましたって感じはなかったけど、めっちゃね、なんか今までで一番頑張ったかな。でもどうだろう、9時間以上やってる時もあったけど、本当に今回はガチ休憩も特にそんなに取らずで
ったので、そう、しかもさ、もう一人でさ、大抵さ覚えてからさ行ったから、そういうのイコール考えたらめっちゃ今回はマジ頑張ったなーって自分を褒めてあげます。そしてね、そしたらいちごがね、ピノのアイスをね LINE でギフトで送ってくれたの。もう優しい、大好き、もう食べました、もう大好き、本当に癒されました、アイスで。そうそう、ディフェル、うん、もう最高でした。もうみちゅさんやばかった、もう最高すぎて、最高すぎて、もうほぼ泣いてました。もうてか泣いてた、なんかもう素敵だった、素敵な言葉じゃ表しきれないぐらいに、うわすごいと思って。そう、しょさんあとありがとう、くさんあとありがとう、ゆかまた素敵です、ありがとう、くまるぱーこ、まあまあていこさん素敵ありがとう、ゆいちさんお疲れありがとう、おっちゅおっちゅおっちゅ、揺れてるのかわいい、揺れてた、さ引き戻したの、さすが、え、どういうこと、なんで、なんで知ってるの、え、どういうこと、え、今日のサルピさんのケーキのやつですか、何のやつ、どういうこと、なん、何の話、何の話、誰から聞いたの、ててててててて、うんうん、ありがとう、猫キットありがとう、深い時は甘いものしくなる、ゾウも最高です、ありがとうって感じ、鈴木俊介さん何ビュー、いちごちゃんに嬉しくね、最高だよね、ナミラさんラビュー、ジュニーラビュー、じゃあ3期生と結婚してください、3期生と結婚してください、どういうことですか、合格1年おめでとう、ありがとう、ジュニー豊中のヒロさんハートありがとう、HK さん、あとありがとう、サレピさんが言ってた、そうなんですか、そうそうなんですよ、そうマネージャーさんに使わされました、使われましたそうサレピさん来てくださいって感じでね、そうそう HKHK さんありがとう、ハートありがとう、なんかもう髪の毛巻きたくなってきた、でも疲れたからさ何もしたくないけどさ、でもなんかもうお風呂入るだけだから髪の毛なんかしたいな、髪の毛なんかしよっかな、ご格好一年おめでとう、ありがとう、つなまえさん、ケイチケイさんありがとう、ケーキのやつね、なやりきて嬉しかった、ひぶきも嬉しかった、まさかまさかまさかですよ、今日はレッスンで先輩たちと、そう私3期1人で初めてやったんですけど、ラブサスキミャンヌレンユーツアートありがとう、ひちゃんが噛んだから動画撮り直すそう、え、でもそれは本当なんですよ、それは本当なんですそれは本当なんですよ、そう、まあ撮り直してないんですけど、結局撮り直してないんですけど、まあそういう体で呼び戻したっていう、そう結局撮り直してないんで、ぜひあの響が噛んでるやつを見たら、あ、これだ、これだったんだなって思ってください、撮り直してないですけど、しっかり、しかも鋸ってるんですよ、本当に私鋸りがちで、もう目が泳いじゃうの、あ、どうしようみたいな、結構もう泳いじゃってて、そうで、あのバー書き踊ってたんです、で見返したらもうやばくて、もう先輩たちからもう大笑いされました、もう「いやいや」みたいな、もうほんまにやばかったです、もう見ないでーってぐらい、えぐいぐらい笑われました、結構笑われましたよ、本当にごめんます、めっちゃ笑われた、もう響の鋸り方がえぐすぎて、うん、きっとこいつキモいな、
やばいぞって思われてるかもしれないですよ。どうします？本当に。そう、ゆういちさんありがとう。はい、今いつかソロツアーをできるぐらいになりたいなって本当思いました。なんかみつさんみたいな人になりたいなってめっちゃ思った今日。なんかもう素敵すぎて言葉が出ない。なんかもうさ、もうなんだろう、なんかこんなすごい人がいるグループに入ったんだなって思って、そう、なんかもう、あ、なんかもう好き、そう、好きってなった。元から好きなんですけど、いや、なんかクリシアス素敵な茨城さん、ラビュー、みぎちゃんさん、ラビュー、素敵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 、ラビュー、いちごちゃんさんのソロコン見に来てなかった、見に来てないよ。響きは3期1人でした。はい、3期1人でした。でん1人で、え、みなみさんと今日話したんですね。さやさんともお話したんですけど、結構いろんな先輩と今日話したんですけど、そう、まひなさんともお話して、お話っていうかいちごの話をして、いちごにまひなさんのワンショットを送りました。いちごが会いたかった、会いたかったから。そう、みなみさんが今日、みなみさんから話しかけてもらって、そう、ひーちゃんと喋りたかったのって言ってくださって、でこの間さ、ファンの人がひーちゃんのこと褒めてたよって言ってたから、あの、なんか褒めててくださったっていうのは聞いて見たんですよって言ったら、そう、めっちゃ良かってみたいな言ってくださってて、無謀がね、無謀のガラナラさんポジの時がよかっ、めっちゃ良かったらしくて嬉しいですね。なんかあれなんだって、だから響きはふわふわした子なのかなって、あんまり喋ったことがないから、なんかおっとりした子なのかなと思ってたらしくて、そう、としたらなんか表情とかもなんか変えて、なんかいい感じだったっていうのをね、そう言ってもらってて、言ってくださってめっちゃ嬉しかったんですよ。そう、かわいい、ありがとう。最初泣いたら泣かない、絶対泣かないでしょ。花嫁の中にいるのも良きでね、びっくりですよね。やっていい、ラビュー。え、今日そう、さやかりんさんがね、デートしようねって言われました。はい、デートしようねって昨日 X あげたではないですか。で、ね、X でもさ、しましょうって送ってくれてたじゃないですか。したら今日ね、しようねって、デートしようねって言ってくださいました。ね、しましょうねって、絶対しないですよね、なんかしなさそうなんで絶対してくださいねって言ったんですよ。もう本当に早く誘ってって言われました。早く誘ってみたいな風なことを、そう、空いちゃうとあれだから、もうなんか暇な日教えてくださいって言って、そう、もう絶対誘います。マネージャーさん経由に、もうマネージャーさんに言ったんですよ、あのさやか兄さんに暇な日聞いてくださいって。いいじゃん、緊張することある、あるわ。たなたなさん、ありがとう、ありがとう。たなたなさん、ハートありがとう。だるまありがとう。いちさらビュー。お、さやかりんさん、おし、なになにさん、すきめんるるん、たんたんたるきさん、がんばん、がんばん、見たかったわ。やっぴ、ありがとう。けだま、けだまじゃない、ケイト、ありがとう。あ、そう、素敵、え、それな、もうさ、響き、なんかさ、あの、あんなん緊張するやん、あんなん緊張するのにさ、あの、なんかもう間違えなくてやれるのがめっちゃすごいなって思いました。まず絶対葵さんも緊張するのにさ、素敵だなって思ってね、ほんまに。ナピュー、田中姉さん、ありがとう、かわいい、ありがとう。
髪の毛かわいい。ちょっとだけやってみた。なんかもうちょっとなんか他にもあるか。ちょっとこっちおかしくね。もういっか。シュリさんギターありがとう。笑ってるし。ヤシさんビューシュリさんケダもありがとう。翔太さんケダもありがとう。時間も約束したの。そう。しおりさんありがとう。ギータあっといてより賑やかな印象のひーちゃんね。せびきは先輩のところで静かなんですかね。しおたさんありがとう。ギータしおりさんギータありがとう。ぐーさんあ何かと。でも私先輩と喋るとき結構猫かぶっちゃうよね。ほんまになんか頭おかしい人になっちゃう。なんかえみたいな。やばくない？えなんかもうさ、もう先輩と話すときなんかキモいんですよ自分。助けてほしい。なんかもうこの響きじゃ絶対に普通に先輩と喋れなくて。そう、そう緊張するんかな。なんか変に思われたらどうしようっていうあれなのかな。なんかわかんないけど、そうでもなんかね、猫かぶるっていうか、猫かぶるっていうかみたいな。なんかもろに、なんかあなんか作ってんなーみたいな自分で思います。なんか子供っぽくなる。まあ子供なんですけどね。子供なんですけど、なんか先輩と話す時に子供っぽくなるんですよ自分。めっちゃ嫌だめっちゃ自分嫌だなって思いながら、でもなっちゃうから仕方なくてこの普通の喋りはできないんですよ。そうメンバーとかにはさ結構冷たくさ、先輩で冷たくする人いないからいいんだけどさ、なんかだからこの普通のトーンで喋れないんですよ。もうキーが高くなるっていうか、はぁーみたいななるんです。それが嫌。めっちゃ私クーさんお花ありがとう。しおりさんケイトありがとう。ショートさんケイトありがとう。せこその日だけ中身入れ替わってくれ。絶対やだひーちゃん先輩メンバーとたくさん話しててほっこりする。ほんと？でも緊張するよめっちゃ。あつぐいぐい言ってください。もうぐいぐい行けないよ。とまんきさんありがとう。ケイト佐賀全は急げ。ぐいぐい行きます。はじちこまわロケットありがとう。とまんきさんねえさん人見知りやからそっちもお願い。ねえさんさんの人見知りの感じはありますけど、そうでもなくない。でも今日も結構サンヤさんと喋りましたよ。そうめっちゃ結構喋った。そうそう練習中も優しい顔で見てくれました見てくれました。マーキさんだるまありがとう。今の日お時間空いてる日、あお時間空いてる日って言ったよね。お疲れ様。今日ツアー行ってた。ひーちゃんも来てて驚いた。え、ひーちゃんに気づいた？ひーちゃんに気づかないでほしい。今日はね、すごい疲れた顔で行ってたので、そう。メイクもボロボロで、もうレッスンして、もう秒速でタクシーでバーって行ったんですよ。そう。普通に間に合わないぐらい、レッスンちょっと長引いちゃった。で前髪も終わってメイクも終わって髪の毛ボッサボサでいったので、気づかないでほしいけど気づいたのもしかして。めっちゃ見えたしね。あーさんこんばんは。しょうさんナビュー。奇跡さん素敵ありがとう。猫クーグーありがとう。ちょい髪を変わるさせるだけ変わるもんだね。え、そうだよ変わるよ。好きになっちゃう。好きになってってもう、いや好きになったでしょ。今日のソロツアー本当に現場で見れてよかった。心から。え、本当にそれな。え、マジで行ってよかったと思った。ほんまにもう本当にずっと行くか迷ってて、なんか響き3期生じゃないですか。なんか3期が先輩のさ、なんかすごいねやつに、なんか他の先輩たちがたくさん行くのかなと思って、響きなんか一段行くかなと思ってずっと迷ってたんですよ。でそれマネージャーさんに言ったら、もう3期関係ないから行きたいなら行きなよみたいなことを言われたので、言ってみたら行けるって言われて、
そう、結構数日ちょっと前ぐらいに行くことが決まってて、もうめっちゃ楽しみにしてたんです。もう行けてよかった、もう素敵だった。なんか歌って素敵って感じでした。なんかもう歌、みつさんの歌がめっちゃ好きなんですよ。もうね、もうずっと聞きたい、ほんまに。マジで、本当にずっと聞きたいなって思うあれでしたね。あっかさん、こんばんは。のぶいっさん、ありがとう。聞いた、緊張するか、緊張するんじゃない多分。私その会社の若い子、髪切ってきて、ゆうき殿と似てる髪型、ドキドキした。そうなの、おそろじゃん、おそろじゃんって言っててじゃん。おそろじゃんって言ってください。やばい、足が痛い。ゆびちゃん、ピュー、動画撮って見せて、言ったやだ。シュウさん、かわいい、ありがとう。私ピザかまん、えへへちゃんの、そう、へへへちゃう、動画見てみたい、絶対見せない。さかりさん、配信のもひーちゃん、レッスン頑張ってたと言ってて、嬉しい、嬉しいすぎます。そう、でも今回のレッスンっていうか、まあレッスンまでに、そう、準備は今回はちょっと頑張ったなって思いました、自分でも。でも、もっと完璧にできるようになりたいなって思いましたね。嬉しい、たんたんたぬきさん教えてくれてありがとう。尊敬先に来ちゃってるのか分かんないね、やばいよね、漢字読めないから。ピョンピョン、くるくるさん、くるくるさんはもうめっちゃ喋るから、さすがにもう慣れましたよ。慣れましたっていうか、まあ、そうなるとちょっとなんか失礼に当たる言葉になるかもしれないんだけど、失礼に当たる言葉とかじゃなくて、普通にもうくるくるさんはもう話しやすくて大好きなんですよ。さかりさん、何の話するん、福岡とかアニメ、でもそんなになんか深くそういう系の話特にしないかも。深くはそんな喋ってないから、そうから早くはデートに行きたいなっていう、なんか変な、なんかね、よくわかんないこと喋ってるから、それなんか内容ないんですよ別に。しゅんちゃん、ありがとう、ケイトありがとう。嫌な、さかりんさんとひびきちゃん話すとどっちに合わせるんだろう。わかんない、でもひびきがめっちゃ喋ってるかもしんない。ひびきが喋って、なんかさかりんさんはお腹、そう、そう、響きの相手してくれてるって感じです。うわさな、ビューサカタシミさん、ありがとう。ケイト、ニキダルマさん、こんばんは。猫ダルマ、ありがとう。えさかさん、ほら、ありがとうございます。さかりさん、さっきの配信褒めてた、へえ、本当ですか、ありがとうございます。さかさん、21日も帰りに行くため、今日マシージパス、ありがとうございます、来てください。カピエルさん、ビューヒーちゃんの人見知り、女王のマイキューさんは白くて、マイキューさんは結構喋りますよ、マイキューさんと、そう、結構喋りますよ。ナオさん、ビューヒーの歌も素敵、いやもう全然、もう全然ダメ。なんかもうミツさんの歌を聞いて、この間ショールームでもちょっと聞いてたんですけど、もう素敵って、そう、もうなんか本当にもうミツさんみたいになれるように、もう歌頑張りますって感じ。歌本当にガチろうと思いました。なんかもう今日たくさん吸収できたものがあって、それを自分のものにできるように頑張りたいなと思いました。もう全然ものにはできないぐらい素敵だったです。ヒッピーさんの歌も聞き、もうわかります、本当にわかる、そう言おうと思ってた。もうさ、ヒッピーさんの、いや、もう歌やばかった、もう素敵、もう素敵っていうか、もうやばいみたいな、なんか盛り上げるのもすごい上手だし、なんかもう、なんか、
一気に雰囲気も変わって、そうそうそう、よかったですね。え、しかもそのなんか急に捧げる応援歌さあ、私知ってて曲で、ヘッピーさんの歌ってのを知らなかったんですよ。え、待って、この曲知ってんだけどみたいな、もう私もう踊りすぎて、えー、みたいな、もうわーってなりました。もうでも素敵と思って、あれを生で聴けるなんて私はもう売りすぎてやばかったですね。やばいだった、と思って、初知りでした。エグいですね、本当にびっくり仰天でしたね。素敵だった、もう本当にやばい。歌って本当になんか歌って世界救うわって思いますね。はい、そう、コージさん、ナミガチさん、ありがとう、ありがとう。ケイト、うち早く来ないかな、定めに来てる私も早く来てほしいよ。私は年下の人と話しすると緊張します。 お話かよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。しょねちゃん、あとさ、こんばんは、お疲れ様さ、お花ありがとう、あとありがとう。じゃこの髪少し巻いてるの、そう少し巻いたよさっき。そうだしさ、ナビゆうやしさん、こんばんは。そう、ジェミさん、ナビヒッピーさん、知ってたん、そう知ってたみたい。見させる、あ、なんかマジいいよね、マジでいいよ本当に。ナイスオンバイ感動バイスさ、いやそれな、本当やばかった。猫あとありがとう、小月さん、ラビュー、ラビュー。いやーもう普通もう最高でしたね。はい、もうとりあえずね、今日を私は乗り切ったので、もう強くなったと思いますわ。今日のレッスンを乗り切ったので、なんかもうそう、なんかあーこれからも頑張れるわってなりました。さあ、じかりさん、頑張ありがとう、ゲイトありがとう、ピザのインサイやって好きやって曲好き、聞いてみるね。私は演歌しか知らないかもしれない。今日は桜子の桜子店行って伊勢方買うこと、てかめ、絶対書いて、待ってるよ待ってるよ待ってるよ。何単、なんえ、私さっき見たんだ、ランタン行ったの。響きも行きたいんだけど、連れてって。響きもランタン行きたいんですよね。でも多分私は帰れないからランタン行けないんだよね。お疲れ様、ありがとう、アルパンさん。明日美容室行ったらやっぱり浜田響きの髪型にしてくださいって言ってみるわ。いや言ってみて、マジで言ってみてください。昨日知って写真、以前田村夏樹さんってここにいた玉吉さんですか。なんか時々言われますよ、時々言われますよくね。そう、チュッ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 、出ますか。チュッ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 、なんかさ、髪巻くだけで全然違うしさ、髪伸びたくね、もし髪切りたいんだが。ランタン行きたいよ、ランタンとひーちゃん、ランタンちゃんとひーちゃんなくさせてたからね。じゃあ実質響きは行ったことになるね、ありがとう、それで行ってくれて、実質行ったことになります。ねえ、顔可愛くなりたいんだけど、どうしたらいい、どうしたら可愛くなる。なんかさ、私の前に比べて二重幅が狭くなったし、なんかもう目が小さく見えるし、なんかね、顔、みちさんってさ、顔のパーツが全ていいじゃないですか。なんかもうなんか先輩としてね、なんかね、だからさ、どうしたらいい、どうしたら可愛くなるの。かかちゃん言って、たまちゃん似てるね、よく言われます。かかとるさん、ありがとう、合格一年おめでとう、ありがとう。何する、何何だから書いていってんの、あ、出た、ありがとう、書いていってんの。それ言われたがりだよね、私たぶん絶対に書いていってんの、ありがとうだよ、ありがとうじゃん。書いて言われるように励みますね、これからも。もっと美人さんになりたいよ、美人さんじゃないから。直樹さん、ありがとう、開けたま、すでに可愛いか、問題なし、問題なしじゃないよ、可愛いよ、可愛い、ありがとう。目が小さく見えないためレンズ大きい、レンズ小さめの目が良かった。お、どういうこと。
すごいよ。お紹介感謝の、いや関係ないわ。マルサ、ロミユ、ユッティさん、こんばんは。こんばんは、初めまして。何を言い出す、自分も帰るんですか。違いますよ、みんなから見たらフィルターかかってるから。ピーさん、いい曲多いね。ねえ、ほんとにね、いい曲多いね。マサルさんともね、コラボされてましたね。ナビちゃん、ありがとう。また可愛くなると、いい意味で困る。え、もう絶対これからもっと可愛くなるよ、もう絶対に。もうみんながひーちゃんどうしたのって思うぐらい絶対可愛くなりたいです。少しずつでも、実物に見て、え、めっちゃ可愛いってなる人になりたいですね。さっき本当に肌あれが、てか前原価目で自撮りしてたやつがあったんですけど、肌が綺麗すぎて、その時は何今の肌ってなりました。そう、母さんに似てるわかるね。猫も言ってたもんね。それぞれね、かよちゃんさん、ナビュー、のぐさん、こんばんは。メガネのレンズのサイズによって目が大きく見えたり小さく見えたり、あ、それあるよね。友達がめっちゃでかい子がいた。ひーちゃんはいつもニコニコしてていいと思う。ほんとほんと、それ以上美人になってどないすんねん。どないします、かっこいいしときます、頑張ります。ひーちゃんどうしたの、今日もかわいい。あ、大好き、それは大好き。じゃあ、にかいかに会えるの楽しみです。私も楽しみです。最近はなんかメイクが分かんなくなってきちゃって、なんどういうメイクがなんか似合うんだろうっていう。公園とかだとさ、もうメイクもう崩れまくりだからさ、どうにもなんないね。まずラビュー、東京公園で包みって可愛いと思った。本当に本当にか。あれチーター、さっきあれ見たらお腹痛くなるぐらい笑いました。え、待って、言っていいですか。今日言えたことがあって、運営の方がね、肌あれはガチかって言われたんですよ。そう、あれは、そう、運営の方が本当に面白くて、今日そうそう、みっちさんのやつ言ってた時に言われたんですけど、ハード、あれはガチかみたいな、あれはガチでやったのみたいな、あのテスト。いや、もうあれそんぐらい疑われるぐらいひどかったんだって思いました。ほんまやばいよね。そう、いや、ほんまにガチなんですけどって言ったんですけど、うわ、マジか、なんかもう逸材だって言われました。いや、イエーイとか思ったけどね。そう、面白くない、普通に考えて。いや、なんか褒められたのかな、いや、バカにされたのか褒められたのか分かんないんですけど、ちょっとね。そう、面白いね。これ以上考えて気絶しないで。ひーちゃん、ベリーキュー、ベリーかわいい、ぜひ、今日ひーちゃん今日も可愛いみたいな感じ、ありがとう、ありがとう、ラビュー。じゃあ、かわいくないで緊張すると、もう絶対緊張しないじゃん。来週緊張しすぎて明日手が大事に動きしてたらツッコミ入れてください。絶対そんなことなってないから。たくさん話そうね。猫あったありがとう。玉行きさん結婚してありがとう。結婚できないもん、響きはみんなのものとか言っちゃう。玉木さんね、ありがとう。話し会さんからマジ込みね、マジ込みね。さっき聞いた、ありがとう。あれはガチか。そう、さっきあったありがとう。いや、ガチやねんな、ほんまに心配されてるよ。爪痕残しすぎた爪痕、いや、ほんまにそれな。そこでありがとうございますって言わないの。確かに。いや、ありがとうございます。そう、でも一人上の方がね、ありがとうございます、なんか、ね、よかったらしくて、なんか、あれ、ちょっと面白いね。って言ってくれました。もうさ、で、音楽的に寝たってこと、ね、え、こないだ寝たよ。皆さん、うまく知られたし、バレてできない。満点でした。ありがとうございます。ありがとうございます。昔だけ。いや、もう、確かにね。あ、じゃあ、そろそろ、壇上の時間なので、壇上読んでいくよん。では、13位、ともあきさん。12位、翔太さん。11位、たなたなさん。10位、大塚トンさん。9位、しおりさん。8位、ゆういちさん。7位、エモティティオエヌさん。6位、しょんちゃん。5位、おごりん。4位、しょうさん。3位、なあきさん。2位、かわさとおるさん。1位は、ディデンディデン、小山ちさんです。小山ちさんです。ありがとうございます。今日も京都でありがとう。ありがとう。
歩幅が違えば。マジちゃんとありがとう。今日も楽しい配信ありがとう。こちらこそ。いい夢見てね。いい夢見るね。今日お風呂に使って早く寝たいと思います。ちっちゃあとありがとう。ジャッキー、ジャラビュー。もう、ガガルさん、お疲れありがとう。いつもお疲れありがとうね。ちっちゃあとありがとう。おいしゅ。エリアさん、おおきに、ありがとう。おいしゅ、ありがとう。こちらこそ、すいさん。テストの問題難しそうだったもん、しょうがない。いや、それな、じゃあ、回が溜まってん。じゃあ、満点。余地ですね、じゃあ。2年も頑張れ、頑張るよ。疲れだと思うね。ゆっくり休んで。優しい。頑張るね。休むね。おじちゃんとありがとう。あいし、ありがとう。こちらこそ、田中さん。ありがとう。おやすみ、おやすみ。早寝るんよ、早寝ます。じゃあみんな、おやすみなさい。今から、勉強合宿の準備やよ。お忘れ物はないか？ちゃんと確認するんやよ。ちゃんと確認してくださいね。控えて控えて合宿楽しんできてね。合宿は楽しそうだから合宿も合宿でソファで寝落ちせんように。いやそれな、しそうだわ。普通に考えて今すぐお風呂に入ろうかな。じゃあそうします。こちらこそありがとう。ケウさんありがとう。ケイトありがとう。今日も可愛いです。ありがとう猫。ラビュー。もう腰も足も痛いのでちょっとこうやって足を伸ばしてゆりきや転びたいと思います。痛い足ね。今ピーンってして足を伸ばしております。痛すぎて、痛すぎるから。あじゃあねみんな、配信でシャアとかさ感じは貴重なシーン。え確かに確かに確かに、そうだね。確かに配信で背の高さ分かんないしね。私今日も大好き番愛。私もなかなか見ない格好。いや確かに、いやそれな、今日少しぐらいできた方がちょうど可愛い。え確かに、あうん確かに、ちょっとまあ頭いいよね。じゃあトレスルムス無理ですねじゃあねみんなありがとう。おやすみバイバイ。